ジョインチャンネルのくんです。本日もグルメブロガーのフォックスさんから梅田のヨドバシカメラさん北側におしゃれなカフェがあるとの情報をゲットしました。こちらはスイーツがプリンセス仕様だということでとても楽しみです。ではフォックスさんが待っているので早速行ってみたいと思います。こちらのつくしんぼかんさん、どんなカフェかご紹介お願いします。マカロンを主体としたプリンセス、お姫様のおやつをイメージしたフルーツ、お菓子をお出ししています。営業時間とか定休日はどんな感じですか？11時から18時まで営業しています。基本的に土日の営業で、金曜日はやってる時とやってない時があるので、インスタグラムで発信してますので、チェックしていただけるとありがたいです。来店する際はインスタをチェックした方がそうですね。そうですね、あと予約の枠もあるので、問い合わせもいただくとお答えさせていただきますので。季節によって変わるみたいなんですが、これがプリンセスショートケーキです。めちゃめちゃ可愛いな。でオックスさんがいただくのが、こちらが桜プリンセスです。いただきます。どっから食べようかな。食べんの迷うね。なんか崩すともったいない。かわいい。これどうやって、もう切ったらいいかな。中にもあのクリームが入ってたりとか、あとイチゴももうちゃんと周りにもしっかり敷き詰められてますね。すごい何層にもなってて美味しい。これマカロンの手作り、うん、美味しい。めっちゃ美味しいよ。ピスタチオクリームいいね。うん、まあ、このイチゴとピスタチオがこんなに合うとは思わない。スポンジも美味しいな。しっとりしてるよね。てっぺんのとこにも細かくイチゴが敷き詰められてる。一番上はイチゴのクリームだった。完食いたしました。めちゃめちゃ美味しいね。マカロンを使ってるケーキって珍しいね。なんか普通スポンジで作るものが多いけど、マカロンがポンってついてるとこはあるけど、マカロンを重ねてとかいうのはちょっと珍しいかな。なんかその辺がやっぱ先生はやつよね。なんかお料理の先生もされてるみたいな。その辺の話もちょっと聞けたらね、いいかなと思います。味は甘すぎない、甘すぎない。いろんな素材の味が味わっていて、ピスタチオクリームはすごい新鮮でした。皆さん食べに来てください。あと店主さんの営業が金土日って聞いたんですが、それ以外の日は何されてるんですか？お菓子教室をしたりお料理教室を開催しています。それは大阪でいいですか？はい、大阪とあと神戸方面ですね。お菓
菓子の先生がやってるカフェとして、はい、すごい魅力的だなと思いますので。ありがとうございます。店内でテイクアウトのサルタも召し上がっていただけます。その場合はプレートにしてお出ししますので、ミニパフェとマカロンとお好きなタルタを選んでいただいてお出しさせていただきます。